どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルと、簡単バージョンでは初めてウクレレソプラノモデル、このウクレレを使いまして、今日も張り切ってレッスン行きたいと思います。ちょっとお知らせ、いつも使ってるこのガズレレのウクレレ、G ラボのウクレレたち、ただいま大好評、販売と予約受付中でございます。毎月ね、月末にね、期間限定で行われてるんですけど、今真っ最中です。ここにリンク貼っておきます。概要欄にも貼っておきますけど、もう本当に高品質で弾きやすいウクレレですから、ぜひともホームページチェックだけでもしてみてください。よろしくお願いします。さあ、このウクレレを使いまして今日もレッスン始めていくんですけど、今日はですね、今めっちゃ熱いホットな曲をいきます。今新しく始まったばっかりの朝ドラ舞い上がれ主題歌、バックナンバーの I love you、 こちらのもうやばいラブソングお届けいたします。そしてこの曲はですね、まずはですね、この朝ドラバージョンのショートカットアレンジバラのバージョンで、やっていこうと思います。毎朝舞い上がれをね、ご覧になっている皆さんにとってはこのね、やっぱりあのオープニングテーマの長さっていうのが一番お馴染みでしょうからね。はい、これを濃厚にやっていくんですけど、これ短いんですけどですね、バックナンバーといえばこの歌のメロディーのね、このラインなんですよ。やってみたらわかります。かなり奥が深いですからね、ボーカルは。演奏はなるべく簡単にしてますからね、取り組んでいってください。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている、超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやりますから、これは安心してください。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはいろんなね、リズムをこう織り交ぜた、あのほんわりした感じをできるだけ再現しております。はい、ぜひ2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽を始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がね、もっと最高なんです。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで私音楽ね、聞くの好きだけど、やるのね、ダメだったんで、苦手なんです。他の楽器チャレンジしたことあるんだけど、全然ダメでした、みたいな、そこの皆さん、あっという間にできるのがこのガズレレ YouTube チャンネル。どんな方でもすぐできます。はい、やってみたいなと思った方、ここにリンクありますんで、ここのリンク先に行って、上から順番に動画を見ながらウクレレ触っているだけでほんとすぐですからね。ここから始まりますよ。皆さん、いってらっしゃい。クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がもう1800曲とか1900曲とかいうすごいレベルでもうアップロードされております。全部レッスン動画ですからね。はい、皆さんの好きな曲もきっとあると思いますよ。こんな感じで曲名、みんながやってみた曲名とスペースガズレレというふうに YouTube の中で検索していただくとですね、きっと皆さんの好きな曲出てくると思うので探してみてください。さあ、それではやってまいりましょう。朝ドラ舞い上がれの主題歌、バックナンバーの I love you、 ガズレレ式超シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみます。 朝ドラ舞い上がれの主題歌、バックナンバーの I love you、 ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。
いい曲ですよね。でもこれ歌難しいですよ。ものすごい聞き込んで、言葉のタイミングとメロディーもすごい低音からすごい高音までものすごいことになってますから、でもこれはちょっとぜひね、じっくり取り組んでいただきたいと思います。今は聞いていただいて分かったと思うんですけど、そのオープニングでね、朝のドラマで流れている長さのかなりのショートカットバージョンなんですけど、これでもですね、要素的にはもうかなり詰まってますから、はい、これでやっていきましょう。ガズの、動画の中には歌詞とコードが出てますから、それを見ながらウクレレで練習していただいて、まず1個目のゴール設定としては、簡単バージョンのガズさんと一緒に合わせて演奏できたら、これもすごいと思います。今日のバックナンバーの I Love You に関しては、歌がですね、やっぱり相当ね、言葉のタイミングとメロディー、かなり高難度になってますから、もうよっぽど聞いて聞いて聞きまくって、ものにしていきましょう。はい。そしてですね、一緒にガズさんの演奏と、ね、演奏できるようになった方、おめでとうございます。そしたらね、次のステップどんどん行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌って、メロディーを生み出して、リズムを生み出して、音楽を生み出していただきたいなと思うんですけど、とはいえ最初から歌詞とコード全部丸暗記するのはものすごく難しいですからね。まずは楽譜的なものを見て、動画じゃなくて楽譜を見てね、何回も何回も練習して覚えちゃって、いずれは大空に向かってこの I Love You 歌うのがいいなというふうに思うんですけれども、その楽譜ってじゃあどこにあるんでしょうということだと思うんですけど、安心してください。今のですね、ガズの演奏はこのガズの手書きのノート、はい、こんな風にこのガズが書いた手書きのノートを見て、これを見ながら今演奏していきました。もうちょっとしたらですね、こんな風にカメラに大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってことをシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたバックナンバーの I Love You を含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜のストックの中から、毎月5曲皆さんがこの曲やりたい、この曲面白そうみたいな感じで選んでいただいて、即座にデジタルデータとしてお手元にダウンロードしてすぐに練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてね、このガズクラブは、このね、楽譜のダウンロード以外にもいろいろコンテンツがありまして、まず代表的なのは毎月2回行われているガズオンと呼ばれる大セッション大会、世界中から参加がある、もう楽しい楽しい課題曲をいつも決めてて、もうみんなでわーって持って楽しむやつ、これをやっていたり、会員だけが使えるアプリまであるんです。すごいでしょう。はい、ものすごい充実しててね、でそこではね、 Facebook のね、非公開ページがあってね、もういろんな中のことやらですね、まあ秘密の会議なんかもやったりなんかしてるんでね、これも面白いです。で、このガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのをやってます。このガズレレ大学は何かというと、今 YouTube でね、メンバーシッププログラムというのがあってですね、今これパソコンとかね、タブレットで見てる方、ここの下にメンバーになるというのがあると思うんですけど、そこを押してもらうと入れるんですけど、これ590円月額で、毎週2回の、まあ、毎回テーマを決めたレッスン講義でございます。大学ですから、お勉強ですよ。これもなかなか深いです。週2回のライブ配信で何でも聞き放題、月額590円です。やってみてください。あとですね、これやってます。ラジオ放送、ガズラジというのをやってます。スタンド FM というアプリで、毎朝7時半から365日、無料でいつでもどこでもどなたでも聞けるラジオ配信、めちゃくちゃいいこと言ってますね。ぜひ皆さんこれ検索してみてください。この今ね、紹介したことは概要欄にリンクかかってますんで、ちょっとね、ぜひね、見てみてください。さあ、それでは楽譜見ていきましょう。NHK 朝ドラ、舞い上がれの主題歌でございます。テレビバージョンですよ。I love you! バックナンバー!もうね、この I love you って言葉とバックナンバーって聞いただけでもう胸キュンですよ、もう。はい、イントロですけど、ここちょっとご注目。ここ2拍ですね。書いてある2拍って。これだから、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2です。これカウントも言ってますけどね、簡単バージョンで。これちょっとご注意ください。はい、そしてこんな風に曲が始まっていくんですけど、ちょっと注目はですね、ここをくるっと囲ってる下についてるこのコードね、こことかもこうコード変わってますね。はい。これはですね、かっこいいバージョンではこの下のコードを使っている。かっこいいバージョンはちょっとコードに変化ありますからね。はい。じゃあひとまずはですね、こんな風にあの画面上に大きく映しておくので、皆さん、あの、ノートに書いて、言ってください。ついゆっくり練習おすすめです。それか、今ご紹介させていただいたガズクラブの、入っていただいて、このデジタルデータを、ガズさんのこのまんまのデータをね、ダウンロードしてもらうのもめちゃくちゃ有効。今日みたいな歌が難しい曲は、ガズのノートがめちゃくちゃ役立ちます。ちょっと紹介すると、ここ見てください。言葉の上にこの V とか、点が書いてあるじゃないですか。ここも、公演の前にこれ一個 V が書いてありますよね。これね、タイミングが測ってるんですよ。これやってみると、せーの、うん、給付から始まります。せーの、うん、公園の落ち葉が鳴って、はい。この伸ばしてるところの間にこうリズムが入ってくるよ。うん、公園の落ち葉が鳴って、
うん、みたいな感じ。飛び方を教えてくれ。これ、くるっと囲ってるやつは、ここ早口で言ってね、みたいな感じでメッセージが詰まってます。こんな感じで早口でくるくる言うところがあります。これがバックナンバーさん独特のこのね、伸ばしてるところとこのパパッと言うところの、このね、ミックスがね、かなりこれはですね、深いことになってます。こういうメッセージがこのガズのね、ノート楽譜にはたっぷり詰まっているんです。はい。このタイミング、言葉が並んでるタイミングもそうだし、今点でね、タイミングもわかるし、早く言うところはこう囲っていたりとか。で、あとね、歌詞カードには出てこないこう伸ばすというところね、公園の落ち葉、これ伸ばすところっていうのは歌詞カードには出てこない表現なんでかなり役立つと思います。はい、参考までにお時間ある方はこんな感じで今写しておくので A メロ B メロ、書いていってください。テロップ写してもらうのもいいかもしれません。はい、 OK、 一時停止ね。じゃあここからサビ、まずこれサビ、まあこれだからテレビのねオープニングのショートカットアレンジバージョンなんで短いんですけど、ここまででもね、まあ山盛りですから、本当に本当すごいよこれは。みんなもうよっぽど聞き込んで、この早く言うところとかこのメロディーラインも悶絶ですからね。はい、こんな感じで最後このエンディング、弾いていったぞーという感じですね。はい、これで終わり。これがガズレ、簡単版ショートカットアレンジでございます。じゃあ出てくるコードちょっとご紹介。赤く囲ってるのはかっこいいバージョンで出てくるコードなんでちょっと隠しておきましょう。今のシンプル簡単バージョン、こんだけコード出てきてたんです実はね。言っていきます。 CAmFDmCC7G7E7 ということで7個のコードで今やったんですけど、はい、今この映ってる7個のコードは、これ安心してもらいたいんです。これは初心者さんでもすぐ抑えられる簡単コードの入門グループのこのコードのグループになってます。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいくらいで音楽始めたいなと思っている方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループ。10個もあんのと思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらみんな簡単なんだけど、10個いっぺんにドッと覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになりますから。私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃめちゃいい動画撮ってます。ここにその動画のリンク貼っておくんで、この動画を見て楽しく面白く愉快に10個のコード覚えちゃいましょう。今日その中から7個ということなんで、覚えるいいきっかけになるかもしれません。はい、そしてまずこれかっこいいバージョンはですね、もう何回も何回も言うんですけど、歌なんですよ。演奏はですね、言うたらですね、そんなにめちゃくちゃ難しいってことはなくって、ゆっくりなんでね、コード進行もゆっくりであれば、ゆっくりならゆっくりほど初心者の人はやっぱ助かるわけでございますね。スピードがこう遅い分ね、ちょっと次のコードを予測してこうコードを変えていかなきゃいけない。まあともかく歌の難しさですね。歌はよっぽど聞いてくださいよ。もう音程とメロディーラインとその言葉のタイミング、これはもう三拍子揃っちゃってますからね。はい。でも、できるようになると、このパズルが、こう、カチッと合わさったように、気持ちがいいっていうのがありますんでね。もう、とにかくでも、A メロの最初の歌い出しのタイミングとかは、もう、リズムがもう、絶妙すぎてですね、もう、ほんとすごいんですよ。聞いていただいたらわかると思うんですけどね、これはなかなかね、雰囲気を再現するのは、やっぱり相当聞いて、練習が必要になると思いますけど、楽しんでやってください。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンは、ここにね、3つコード追加。まず1個目は簡単なコード、G7サス4、入門コードのうちの1個の G7、 この3つの三角形を押さえて小指見て、はい、これを足したら G7 サス4、離したら G7、 これ行ったり来たり1つ使いますと。はい、これ簡単ですね。じゃあ今日はちょっと難しいのはこのね A シャープ紹介しましょう。 A シャープっていうのを押さえる場所、こことここ、はい、押さえ方はこうやってキュッと押さえてちょいちょいと立てるとか、1フレットグッと全部押さえていってちょいちょいと立てるとか、いろいろコツがあるんですけど、この A シャープはちょっとね、この場では語り尽くせない奥が深いところありますんで、A シャープだけを濃厚解説してるレッスン動画があるんですよ。A シャープのコードだけを解説してる動画、概要欄に貼っとくんで、A シャープちょっとわかんねえなって方見てみてください。はい、そしてちょっとそっくりなコードで、Gm7、これさっきと1個違うだけなんですけど、これもですね、ちょっと一応言っとくと、こことこことこの3箇所なんですけど、こうやって押さえるか、あるいはこうやって押さえる、こうやっていろいろ人と、これもですね、一筋縄ではいかない、押さえづらいよという方が多いんで、はい、これもですね、以前めちゃくちゃ詳しい解説動画撮ってるんで、概要欄に同じように貼っておきます。似てるんですけどね、微妙にちょっとこれ雰囲気が違う2つのコードで、今回これでかっこいいバージョンはキュンとした感じがさらに高まると思いますんで、ぜひこのコードを使ってかっこいいバージョンやっていきましょう。はい、そして今日はですね、リズムなんですけど、ちょっといろんなリズム登場したいと思いますが、いろんなリズムでアレンジしてみました。今日出てくるリズムはこれです。はい、アルペジオ、ガズペジオ、16ビート、16ビートのチャ、
この4つのリズムをね、こううまい具合ミクスチャーして、表現していきたいと思います。今映ってるこのリズムの弾き方、ここにちょっとリンクを貼っときましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中にそれぞれの弾き方の濃厚解説レッスン動画がすでにそっちにもアップロードされておりますから、この中で私がわかんねえな、自分はちょっとこの曲リズムわからないという方はその動画を見てですね、もう基礎からバッチリリズム学んでください。今日はやっぱりね、これ16ビートっていうリズムやっぱ奥が深いんですよね。で、まあ16ビートって皆さんね、ちょっと待って、順番にこう、アルペジオっていうのは結構簡単。こういう一個ずつつまびく感じの弾き方ですね。で、ガズペジオっていうのはそれにもうちょっと迫力を加えた、ピアノっぽいイメージですね。今回これ、A メロではこのガズペジオを使っていきたいと思います。はい。アルペジオはね、ちょっといろんなところにこう差し込んでいきたいんですけど、ちょっとここもおいおい解説します。で、16ビートは B メロの前半だけ一瞬なんですけど、ちょっと16ビート、チャに行く前に、その16ビートのノリだけ表現したいなというか、16ビートっていうのはこうです。こんな感じ。コード進行でやると、こんな感じですね。こう軽やかな16ビートって難しいんですよ。それで、メインのサビでは、どんな言葉が願いが、ここではもう一番ピークですから、サビですからね、ここで出てくるのが16ビートのチャ、大きい16ビートのチャなんですね、これ。はい。で、このサビはですね、ちょっとこの大きいすごいスケール感ある16ビートでやりたいんで、このね、この動画はすごく役立つと思う。16ビートがめちゃくちゃ上達する7つの方法っていう動画。これも今日は概要欄。これね、めちゃくちゃいい動画、概要欄に貼っとくんで、ぜひ16ビートちょっとな、うまくいかねえなって方はぜひご覧になってください。で、あと最近ね、ガズレレの動画で右手のガズの右手をドアップにして、前から横から上から弾いてるよっていう動画もあるんですよ。これもね、ものすごい参考になると思うんで、まあ負けずに概要欄に貼っときましょう。今日概要欄はもうそういうリンクのお祭りになりそうですけどね。はい。これでやっていきましょう。で、じゃあ順番通りに説明していきますと、まずイントロなんですけど、最初これ16ビートのチャからいきなり始まって、2拍っていうところあったじゃないですか、 G7 の。ここだけ一瞬アルペジオを入れる。このね、このなんていうのか、緩急をつけるっていうのかな。そして A メロはガズペジオで入っていくんです。その感じちょっと今流れでやってみましょう。せーの、でん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 、ダイナミックな、16ビートのチャ で次アルペジオで1、2、ここからガズペジオ、公園のチーム、こんな感じで展開していきます。だから今イントロの中で16ビートのチャとアルペジオが出てきて、 A メロでガズペジオ、どんどんリズムが展開していきますからね。ここがね、こうかっこいいなと思ってます。このガズペジオがね、 A メロでこれ結構かっこいいポイントになると思いますので、ぜひやってみてください。で、コードはもちろん変わってきますよ。さっきのコードじゃなくて A シャープが出てきたり、 G7 のサスポーが出てきたりとかするんで、そこはちょっとテロップでご確認くださいと。そして B メロ、横切ったね、ここに不安を、ここのところで16ビート、チャがないやつですね。はい。で、サビになったら16ビートのチャ、ドーンとスケールでっかくやる。こんな流れになってます。なんでこの、イントロからのストーリーを言うと、イントロでドーンと言っといて、一回落ちて A メロでガズペジオでだんだん盛り上がっていって、B メロで16ビートでまた一段盛り上がり、サビでドーンと盛り上がって最高潮に達して、一番最後の最後のエンディング、ほんの一瞬入るんですけど、ここではアルペジオでイントロのメロディーをこうつまびいていく。ここのね、やっぱメリハリだと思うんですよね。演奏でもこのうねりを表現して、なおかつそこに歌のね、表現力というかメロディーとか、その、まあ、ここでももちろん表現力っていうのはま、出てくるわけですから。この緩急、抑揚、強弱。これがね、この短い中にね、もうぎっしり詰まってる。すごいね、そういうエモい曲なんですよ。なんでこれは相当ね、短いですけれども、この中にもう本当にぎゅうぎゅうにね、濃厚エキスが詰まってると思いますね。この I Love You のバックナンバーの、そのテレビバージョンの中に。これはですね、ちょっとまあ、一筋縄ではいかないと思うんですけど、それこそ芸術の秋ですから、こういう時にじっくり取り組むのいいと思います。時間で言うとですね、1分40秒とか1分40、そのぐらいの長さだと思うんですけど、やっていたらですね、そんなに早いと思わないです。もうすごいやってるような気がしちゃう。なんでかというと、すごいいろんな要素が入っているからです。はい。そしてもちろんいろんな演奏面で今ことをね、説明したんですけど、歌詞の内容とか、今度は朝ドラが始まった舞い上がれのね、まあ、その映像のドラマの世界観とかで、こうシンクロさせて、やっぱ音楽は感情表現ですから、ここを忘れちゃいけません。歌中心です。歌中心。だから歌をやっぱりまあ大切にして、
そのサポートをするこのリズムとかコードの響きとかビートっていうのがあるわけですから、はい、そんなことを、ちょっと思いながらもですね、これバラードなんで基本的にはゆったりでいいですからね、あの焦らずにガチャガチャならずに優しく柔らかく包み込むようなスケールの大きさで演奏するのが素晴らしいかと思います。それではやっていきましょう。朝ドラ舞い上がれ主題歌バックナンバー I love you ガズレレレレかっこいいバージョンやってみる。これはですね、かっこいいけど難しいけど夢中になっちゃうやつ、ぜひ皆さんじっくり時間かけて取り組んでいってください。先ほども言いましたけど、今 G ラボのこのウクレレたち販売と予約を受け付けている期間でございます。毎月期間限定なんで今、ぜひ見ていってください。ガズレレ公式ホームページ見てもらうといろんな情報が載ってます。今すぐ買えるものと注文いただけるものとかリストになってますんでご確認をお願いします。そしてあとね、今ガズレレでは2年ぶりに全国ツアー5カ所回る全国ツアーを開催してまして、もうすでに4カ所大盛況で終了ありがとうございました。で、残すはあとラスト1回11月2日の横浜なんですけど、これがですねもうすでにチケットソールドアウトなんですよ。で、チケットゲットされてる方もりもり楽しんでいきましょう。残念ながら行けなかった私も行ってみたいという方、大丈夫です。このイベントに出演が決定してます。11月5日6日、東京の新宿御苑というところで行われる、これね、環境省とかね、東京都とかね、TBS とかもうなんか東京 FM とかすごい大きい規模でやられてるエコイベント、これにガズの出演が決まってます。まずね、2つあって、5日6日両方ともこの G ラボウクレレのポップアップショップがオープンします。思想とかもいっぱい試していただいて、そこで気に入ればお買い物もできるということになってますんで、これを両日ともオープンしてます。そしてガズのステージ11月5日の13時20分から20分ぐらいの短い時間ですけど、全身全霊で、パフォーマンスします。ぜひ皆さん見に来てください。公演の入場料500円はかかるんですけど、イベント参加は無料になっております。そして1個決まりがあって、公演内ね楽器演奏禁止ということになってるんですよ。でもガズレレ G ラボの、ブース内だけでは思想は OK になっておりますので、もりもり楽しべきしちゃってください。ガズレレではですね、このガズレシピというアプリがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利なアプリで、皆さんアプリのインストールは無料です。中でね、楽譜を購入できたりするんですけど、インストールは無料でいろいろ機能ついてるんで、ぜひインストールもお願いします。そしてね、このアプリの中に入ってる楽譜が本になって、こっちも Amazon で販売中ですからね、こっちはね、簡単バージョン以外にもかっこいいバージョンも、楽譜の中に表記されてますんで、これかなり隠れた名作となっております。はい、これもね、そうなんですけど、もちろんこのリットミュージックから出てるウクレレ本のシリーズ、もうすでに16万部ぐらいはもう全部で、売れてると思います。ものすごいベストセラーです。なんでかというと、分かりやすくて簡単だからです。皆さんぜひこの本の方のチェックもよろしくお願いします。そして、ね、いつもガズさんが被ってるキャップだとか T シャツ、今日はちょっと T シャツじゃないですけど、このストラップだとか、このここに入ってる水引きだとか、いろんな楽しいグッズガズレレではありますんでね、これ公式ホームページにね、このグッズページありますんで、ぜひいろいろ見てください。今さらっと話したのね、概要欄に大体リンクついてますんで、気になったところあったら見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、そんな山盛りなガズレレなんですけども、音楽をですね、聞くからやるに変え
変えていこう、笑顔が増えるぜということで、もりもりやっていきます。皆さんどんどん音楽楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。カズレレでした。さよなら、バイバイ。